い、皆さんこんにちは。今日も始まりましたママラフ。この番組はママが笑えば子供も笑うコンセプトに、ママが笑える、ママが楽しめる、そしてママの気持ちが楽になる、そんな情報を私フジのテイストでお届けしている30分番組です。はい、まあフリートーク、いつものフリートーク、はい、はい、なんですけど、ですね、私がそれこそね、先週お話しした、まあ、足にひびがいて、はい、ほぼ家から一歩も出てなくて、うん、まあ、その実はその前から始めてたことがあって、インスタグラム、はい、インスタをですね、なんと2アカウント増やしたっていう。すごい、だから合計4アカウントです。4ですよ、すごいな。1つはママラフアカウント、はい、で1つは学校&ママ企業アカウントね、うん、で3つ目が、どっちが先にしようかな、3つ目が、私が、まあまあ、今日はそれをメインに話そうかなと思うんだけど、はい、夏休みの間に、うんうん、結局子供たちが起きてくるのが遅かったから、うん、準備、一人でご飯を食べるのに、はい、いつパンをね、食パンを私いつも半分しか食べないのよ、うんうんうん、1枚食べると多いしって思って、はい、半分ずつ切って食べるんだけど、その時になんかちょっと自分なりにいろいろそこに自分家の冷蔵庫にあるもので、うんうんうん、ちょっとずつなんかこうアレンジして、はい、工夫を加えてて、なんかそれが楽しくなっちゃって、うん、なんかそれを、まあ、最初写真とかも撮ってなかったんだけど、うん、なんかそれこれもしかして写真にちょっとアップするとかっていうのも面白いなと思って、はいはいはい、なんかそれがね、でもやっぱり楽しいんだよね、結構好きなんですね。好きなのよね、うん、見るのも好きだったし、そういうので、あ、ちょっとやってみようかなと思って、うんうん、まあ、そのアカウントを作って、で毎日アップして、で、うん、食パン半分の幸せって、おー、いいですね。なほさんがね、めっちゃそれをね、うん、そのこういうそのなんていうの、フレーズをすごいよねって考えるのってすごいよね、まあ降りてきたんですけど、それで、でも食半分の幸せっていうのもあるんだけど、うん、もう一つが私が私のために作る朝ごはんっていうので、はい、まあ、ずっと上げてるアカウントが一つ、うんうん、でもう一つは竹内涼真アカウント多分聞こえてへん、マジで、マジでここ出てると思う、文字で、もうね、涼真アカウントを作って、はい、合計インスタグラムが4アカウントになりました。すごいですね、パチ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 。まあ何が一番頻繁に更新されてるかというと、うん、3つ目、まあ、一応毎朝ほら食べるからそれでね、写真撮ってあげてるので、うん、まあ、一応のところは今のところ一番、更新されてるのは、朝食の朝ごはんかなと思っております、はい、はい、またメインではインスタのお話から始めていこうと思います。シャナナンバー、シャナナ TV 内でのプレゼント企画や1日番組パーソナリティになれちゃう抽選券をゲット。シャナナ TV を楽しんでいただくためにこちらご登録いただきたいと思います。はい、シャナナンバー、はい、こちらの方がシャナナ TV 内、あなたもワンデーパーソナリティになって非日常を味わってみませんか。ご登録はこちらから。ご登録者全員にシャナナステッカーをプレゼント。シャナナンバーで、インスタがさ、最近いいねの数が出なくなってますね。そうなっちゃったから、はい、まあまあ、きっとそのいいね欲しいがためにいろんなね、うん、過激なことをやったりとかっていうのできっとなくなったんだろうなと思うんだけど、はいはい、まあ、食べ物系のを上げてる人ってもうめちゃめちゃ人気のある人か、うん、まあ、そうでもないっておかしいかな、うん、でもまあやっぱりでもね、みんなすごいなって思うのが、それこそ、まあ、私も朝ごはんだけど、私はもうその私が私のために作る朝ごはんだけど、本当は中にちゃちゃっと作るが入るのね、はいはいはい、時間かけずにやってるの、ちゃちゃっとね、ちゃちゃっとこれ2時間かけてやんだよでも、もう他そういうさ、例えばね、ハッシュタグで、うん、朝食プレートとか、うんうんうん、あとワンプレート朝ごはんとか、うん、まあ、いろんなのがあるんだけど、そんなの見てると、これ朝ごはんですかみたいな、すごいってこと？すごいな、もっと出したいぐらいなんだけど、本当にね、もうこれ何時間かけて作ってんだろうって思うようなもいっぱい上がってるし、まあ、トーストでもそのほら、まあ、私とかはただチーズ乗せてハム乗せてとか、なんなら、ね、ベーコン焼いて乗せてとかぐらいだけど、なんかこんなん乗せちゃいますかみたいな何乗ってんの一番びっくりしたのはちくわが乗ってたのね、うん、ちくわえ、味は分かんない、どんな味なのかちょっと分かんないけど、え、ちくわ普通に乗ってんの？ちょっと
じゃあきっとちくわ切った何か料理になったやつがなって、でも上、でも上からまたチーズがかかって、溶けるとろけるチーズがかかってたから、もうなそれ焼いて、そうなんだけど、でもでもちくわ材料としてちくわが使われてるわけね。すげえな。これはすごいなと思って、思わずコメントしたもんね、ちくわですかみたいな。頭フォローしていただいたので。ちくわって言ったら、あの結構美味しいですよって、ぜひやってみてください、やる気ないけどみたいな。すごいですね、みんないろんなアイデアを。そうだから、あ見てたら面白い。で一個でも思ったの、あのこの間やってもやったのが、まあ、今ね、うんうん、出せますけど、あのフルーツグラノラを上に割って、その上にチーズを乗せてチンってするっていう。甘くない、甘いですよね。まあフルーツグラノラ、まあ、どこまで甘いかちょっと私もよく分かんないんだけど、でもグラノラを、まあ、やってると。へえ、これ面白いなと思って。うちの旦那さん毎朝あのフルーツグラノラ食べてるのね、うん、だから家にもあると、うん、ほんで、あこれできるわと思っていざやろうと思ったらでほらフルーツグラノラだからイチゴとか入ってたりするから、はいはい、まあ、彩りも綺麗だったのね。あいいやんと思ってやろうと思ったらうちの旦那さんいつの間にか大豆プロテイングラノラっていうのに変えてかわいなくなっとるがね。そう、色味全然渋みたいになってんだけどでもそれにだから、まあ、私は食パン半分でフルーツグラノラ乗せて、あ、じゃ大豆プロテイングラノラ乗せてでチーズ上にとろけるチーズ乗せてチンってして、ただもう匂いがすっごくいいの。へもうめっその匂いはめちゃめちゃ大豆、大豆プロ、あいやじゃなくて、おそらくプロテインが、あどうなんだ、プロテインちゃうわ、そのほら他の、うん、あのなんていうの穀物系のやつがだと思うんだけど、でにあめっちゃ匂いいいなと思ってで食べたら本当にところどころ甘い感じで、めちゃめちゃ美味しくって、あこれだっけ。であのほらフルーツグラノラ、グラノラ系って結構硬いじゃん、うんうん、でなんかこうあの口の中に刺さったりとかするのが、うんうん、チーズでまろやかになってるから、なんか一生思ったんがチーズ乗ってるからしっとりしてんのかなと思いきやガリガリの入っとって歯折れるわみたいな、なんかそういうそこまではなかったかな。でもだから柔らかくなる、ちょっと柔らかくなった。でもあのチーズからはみ出した部分は硬い。ちょっとなんかあのね、お年寄りはね歯が危ない。あ、まあやめといた方がいいか。あの牛乳に浸してびちゃびちゃにしてた。でも本当にそれはね、私的には初めての経験。その人のやつ、斬新ですね。そう、でも本当にだからね、トーストアレンジっていうタグがあるのね。だからそれを見たら本当にこの間はだから、まあ、一番びっくりしたのはちくわだけど、その後で見たのはしらすとかきとかね、かきってあのフルーツ、フルーツのとか、だから私的にはしらすを乗っけるのも分かんねえし、かき、うん、乗っけるのも分かんないし、それがミックスで乗ってんだみたいなさ、へどういうその発想でこれを乗せようと思ったのかなこの人はみたいな。すごいな、うん、でもなんか私はそれすごく今楽しくやってる感じね、うん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 、結構だから義務になった瞬間やめるけどなって、ね、それおそらくで、あの買い物に行った時とかも、あこれもしあの朝食にも使えるかもな、朝食のために買うわけじゃなくて、うんうんうん、あこれ朝食にも使えるかもなとか思ったりとかしながら買って、まあそれをね、旦那に食べられたりとかしたってのったりするんだけど、じゃあ明日の朝使おうと思ったのにみたいな、まあまあそういうこともあるけど、でも結構面白い、今楽しくやってる。すごいな。ほぼ毎日だから、あの子供たちが出かけ、旦那も出かけてからやってるから、土日は、うんうんうん、まあやらなかったり、うん、土日あの寝てる間にみんなの分は作ってあげないんですか。作りますよ。私のために作る朝ごはんだから。そう。きっとだからほらね、もう朝バタバタして、今やっとこういう時間もね、うん、持てるよ。まあ出かける日は無理よね。うんうんうん、だけどまあ出かけない時とかはできるなと思って。だから義務じゃないし、なんか楽しい。で自分も食べたくてね。そうそうそう。ね、あこれとこれ結構合うなとか。でそれでそう、私それ用に。あの食器だけはちょっと買いたかった、うん、あの、はい、食洗機使ってるから、あの結構あの傷入ってんだよね、真っ白だけどちょっと傷が入ってるとかさ、うんうん、あのコップにしてもちょっと傷入ってるとか、はいはい、それがちょっといただけねえなと思ったから、うん、あの一応100均で何個かは買って、なんかそれはそれでまたそれ用にしてるから、あの食洗機に入れません。あ手でね、自分でちゃんと手で。でもやっぱ娘は気づいたよね、お母さんこの皿何って。
あ、そう気づくやお手伝いしないのにそういうこと気づくやみたいなそうへえ朝ね、そう、まあ、ぜひね、まあまあね、お子さんがちっちゃかったらなかなかとは思いますけれども、うん、ぜひぜひこんな時間もね持てるようになったらやってみたらいかがでしょうか、はい、全然進める気はさらさらないんですけど、まあ、あとね、竹内涼真君とは何を載せてるんですか。ね、笑ってない竹内涼真君ちょっとこだわり、それだけは。なんで、え、なんで、なんで笑ってない方が好き笑ってない方が好きなんですね。そうかもしれないし、でも面白いのがね、あの竹内、あ、最初全くタグをつけずに上げてたの、結構何枚もね、うん、タグをつけずに上げてたら、うん、まあそれは誰も見るわけないから、まあまあフォロワーも増えないわけね、うん、当然だけど、でタグつけ始めたのよね。で最初はあの竹内涼真、ハッシュタグは竹内涼真だけで、ね、うん、まあ増えないわな、うん、いいねは結構来るのよ、でもそれでも、うん、でもまあフォロー増えないなと思って、次竹内涼真専用赤って人、うん、だ竹内涼真専用赤の人たちからちょっとずつフォローが来たりとかするもん。やっぱりもうちょっと増やすためには何かなと思ったら、ハッシュタグ竹内涼真ファンとつながりたい、うん、増える増えるみたいな。あ、そうですか。やっぱり違う、やっぱりハッシュタグタグって大事なんや、大事、絶対大事、うん、でやっぱそこまで見て、あ、これはフォローしてもいいんだって向こうが思うのよね。で私とか特にさ、そのね、年齢も書いてないし、当然書いてないし、うんうん、当然ってわけないけど書いてないし、うんうん、ね、どういうことしてるとか、例えば女子中学生とか女子高校生とかも書いてないし、だからまあおそらく向こうとして、で、あの笑ってない顔ばっかりだから、この人なんか変な趣味でもあんのかなと思ってたから、うん、でもハッシュタグがあると、あ、フォローしても大丈夫なんだなって思って、フォローきっとフォローするんだろうな、そういうことか。だからね、大部分の私をフォローしてくださってる方が今のところは女子中学生女子高校生なので、ま、あなたのお母さんよりも年上よっていうのはね、まあいつかバレるのかどうなのか分からへん。でも結構いてはるんちゃいます。でつい最近一人だけ、うんうん、アラフィフっていう人がフォローしてきてくれて、うん、で思ったのが、その人がなんかつい最近ファンになったみたいで、一緒です、ね、そう、それがもうあのハマり方が私と一緒なのよ。タホコ、タホコっていうかね、すぐにあのもうなんかアルフィフだけどハマりましたって言って、別アカウント作りました、一緒でしょ、別アカウント作りましたって言ってババって上げて、 3枚目が何、あのスマホの待ち受け変えましたいや一緒みたいな。え、ほぼこインスタでもそんなの書いてはるんですね。ほぼ行動が一緒やんとこの人みたいな、仲良くなるんちゃいますって思ったけど、一応まだ隠してと思ったんだけど、私アラフィフちゃうやんと思って。なんで？あらかん。え、マジで？あ、そっかそっか、そう、私もうすぐアラフィフですから。そうだから、アラフィフ、この子一緒アラフィフって思った後、あ、違った、私アラカンって思って、あ、そっかちょっぴりショックみたいな。まあいいや。最近ケイちゃん何あげないじゃん、インスタ。飽きてる、ちょっと飽き、言っとくけど飽きるほどあげてないから違う、なんで飽きるかはお分かりと思いますが、はい、リアクションがないです。思んないね。確かにね。でもなんでリアクションがないかっていうと、リアクションしたい投稿しないからって、おちゃんとわきまえております。え、タグつけてタグ、タグ、ま、毎回一緒でしょ。ちょっとだけつけてますよ、なんか竜の雲とかそうしたら竜の雲の人、竜好きな人がなんか反応してなかった、して、あ、コメントはしてくれましたよ、うん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 、ね、それは嬉しかった、うん、あれは竜なの。あのね、出雲大社行ったんです。ほんで写真、本殿、うん、写真撮ったらめっちゃでかい、うん、顔の乗せていい、うん、竜の顔面、うん、で私は見えるけどねっつってあげたんですよ、うんうんうん、ほいざそういう竜のこととかが大好きな多分専門の方たちがコメントをくれて、こんなにはっきり映るなんてきっとあなたにいいことがあるねとかいっぱい書いてくれてから、多分そうと思うそうと思う、そうだね。いやでも見えたよ、見えた見えた、そう言われて、言われてみたら、あー、なるほど、横顔ねっていう感じ。そうで、めっちゃ笑てんねん竜が超笑てんねん、なんかこれ絶対いいことあるやみたいなね。確かにね。でね、そう見てね、パッて見た時に、うん、めっちゃ竜おるやんってなって、うん、ちょ写真収めようって言って、うん、で写真撮って、あ、何、写真撮って気づいたんじゃなくて、こうやって見て、雲を見て気づいたの。竜おるやんってなって、それすごいね。これ写真撮ろう写真撮ろうって言って、うん、で写真撮って、うん、写真撮ったらもっと竜なんですよ。めっちゃ笑ってるやんってなって、うんうん、で何枚もカシャカシャカシャって撮って、
あ、じゃあ、 あのインスタに上げたのはもうベストベストオブベストですね。ベストオブベストニュー。ベストオブベストですよ。もうね、すごかったから。雲そのものを見てニューだと思ったんだ。うん、おお、なるほど。私ほらね、あの本殿偶然撮ったら偶然いたんかと思った。うん、めっちゃ竜でかっってて、めっちゃでかい竜おるやんって。あんまりよくわからなくて、なんかよく。あ、竜がいっぱいいるみたいな、なんか写真とかアップされてる方いるじゃないですか。どこがどう見たら竜になるのかなみたいな思ってたりする時があってね、うんうんうん、この長いやつ、これは飛行機雲じゃないの、うん、どうやって区別するのみたいな、なんかそういう感じでいたんですよ。でもあの本殿めっちゃ竜笑ってるやん、こっち見てるやんみたいな。こっち見てるかな、見てる。見てる。でね、もう一個あって言っていい、うんうん、でこの出雲大社の前に違う神社も行ってたの、うんうん、その名前忘れたけど、で、うん、あの鏡の池があるとこ、あー何だっけ、はいはいはい、はいね、でそこで本殿があってね、うん、でそこは写真撮ったの、うん、で写真撮ってパッて見たらちっこい竜が待ってパッて見てんねん。同じ人で、多分同じ人で、これちっちゃい竜やって、でこれ見て見てっつって、妹出てからね、妹これめっちゃ竜こっち見てるやんこれって言って、ほんまやなみたいな、薄っ、うん、ほんまやなみたいななって、うん、で次その大将って、うん、これでわかるやろみたいな、うん、でかくなって、うん、現れて、うん、同じ人がね、うん、同じ人がね出てきてね、ほんで今これはやばいって妹も言ってたから、本物やん、そうそうそう、これマジやばないみたいな。でアップしたらみんながすごいすごいすごいって言ってたから、多分ほんまと思う、多分。まあでも私も見て分かった、あこれ竜、ね、なんだなって、竜にこれが竜、これが竜に見えたんだなっていう。あそう、でもねあれ多分ね竜と思うで、竜と思うでの意味が分からんけどね。いや見て、よう来たなっつって、あね、よう来たなっていう感じ、よう来たなっていう感じで笑ってはるからね。まあ、確かにそう、アピールがすごい、見逃しようがない。あで それはインスタに上げたら、うん、あのコメントが来たからまた超嬉しくなってもう一回あげた。そうコメントが来た。それ見てない。そうトンボ、トンボ。ああ見てた。そう分けてね、投稿してね、うんうん、赤トンボ、あなんかピュッピュッってなんか虹みたいな、なんか出てきたの光が、うんうん、トンボから、トンボが、トンボからなのあれ、あれね、なんかよく分からへんくてびっくりしたんですよ、うん、ね、本殿ね、うん、正面から撮ったら、うん、でっかい竜がおって、うん、でこうバーって回ってって、うん、裏側に来たんです、うん、真裏、うん、でウサギのね、可愛いウサギの石像とか、うん、あるね、あるね、うん、があって、その写真撮ろうと思って行ったら、まあ、ちょうど本殿の真裏ですよ、うんうん、にこんな綱が張ってあってね、うんうん、入らへんよね、うん、でそこにめっちゃ綺麗な、うん、なんか 色珍しい色してたね、めっちゃ綺麗な鮮やかな丘でね、うん、で私あまり虫が得意でないんですけど、うんうんうん、何このトンボと思って写真を撮ろうと思って近づいて、1枚撮って、で2枚撮って、3枚目いきなりボーって虹みたいな、なんか光が出てきたんですよ、うん、何これって、それはなんて言ってんの、うん、それトンボ、トンボ特別だと思う。でこの話をしたら、うん、ある人がね、うん、トンボって竜って言うやろって言われたんですよ。えそうなんて言った、英語でドラゴンフライ、おうわほんまや、これでもかーいうぐらい竜からのメッセージをね、まだわからんかって。そうもうもらったなと思って、うんうん、でそれでトンボもすごかったでしょ、うん、でドラゴンなんよマジや、うん、ほんまやってなって、うんうん、でもう一回その超でかい顔面竜ね、うん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 、のだけを熊のとこだけをアップにして撮ってるんがあるんですよ、うんうん、でそれを見たら、うん、トンボ映ってんの、うそほんま竜の顔にかぶるようにきれいにくっきりトンボが映ってて、これ絶対なんかあると思いません、なんだろうね、わかんない。だからトンボと竜が何かを伝えたがってる、ほうかなり特別な気がしましたよ。え、で出雲はどうだったの？え、めっちゃ良かった。めっちゃ天気がね、良くて、ね、ゆかさんね、雨は2回行って2回とも雨やった、うん、で、めっちゃ晴れて、うん、で、良くて、で、蕎麦、はい、出雲蕎麦ね、でゆかさんと、ね、おかわりした、いや、ゆかさんと行った時にね、え、これ、わんこ蕎麦っていう
ていうね。あの15分ぐらいまで3分で食べるっていうね。えこれもおかわりあんのみたいな状態になったので、今回は、出雲そばを2つと、親子丼頼みました。一応出雲そば、あ2つって、あ妹さんの分が、うん、うん、違う、2枚、あ出雲そば自体ももう2つ自分のもんってこと、うん、そう2個と親子丼セットにしました。出雲そば1個と親子丼じゃないの、ね、うん、2個2種類なんすごいね、満足してね、食欲はごあの健在ですね、健在でしたよ、いいことです、はい、だからちょっとあの龍の写真とトンボを見て、うん、なんかそういうのが分かる人はこれはこういうメッセージですよって教えてほしい。 Facebook には上げてないの？上げました。上げた、あれこれみんなすごいねっていう感じ、うん、私インスタで見たの、うん、Facebook も上げました、上げました、うん、まあまあね、そうだから分かる人ぜひ教えてください。まあまあ私は辰年なのでね、あんまり見なくて もう自分の中に人がいるからわけわかんないこと言い出したの。いやーなんかね、よかった、なんかいいことを来そう、いつも言ってるけどね、うん、さらにさらにね、よね、出雲大社もえ冬、えいつも言って冬に行ってる、いつもあれですよね、初詣的に行ったから、2月とか1月とか2月に行っとったね、今10月ちょうどいい季節っちゃ季節だわね、うん、そういうね、で神有月でそうじゃないですか、で行ったんですよ、うんうん、じゃああれあんまり混んでへんなみたいな、あれって思って、うん、10月やのになんで、うん、って、うんうん、かなり初めて神有月に行けるみたいな、うんうん、思って行ったら、うんうん、なんかあれってなったら、うん、旧暦の神奈月が神有月になるんだって、うん、ちょっと待って、今多分旧暦でずれてんねんなと思って、ああそっか、普通の日に行きました。カムさんはねまだ来てなかったみたい、そういうことね、うん、書いてたんですよ、あの旧暦のって、うん、あ旧暦とかかみたいな、えじゃあ10月のちょっと末の方だから11月とかなんじゃないですか、実際のところ、なんかねもっとすっごい賑わってもう特別感満載みたいなをイメージしてたら、あれいつもと一緒やなみたいな、そうだね、感じやって、まあ、じゃあ旧暦のって書いてましたね、なるほどね、神奈月にはこちらに日本のね、みんな神様が、そうなんですよ、出雲に集まって、だから今度こそ本当に神有月に行きたいと思います。今さ、あの今さっていうか、あの中田敦彦オリラジの人、あの人がすっごい YouTube 今上げてるんだけど、その中でこの間古事記を特集してるのがあって、面白そう、もうめちゃめちゃ面白かったよ、うん、あのまあ私ね古事記も読んでから、はいはい、電子書籍で読んだはいるけど、うんうんうん、もうそれがめ本当にねすっごい分かりやすく言って、あの YouTube で見たら、であの人ねサロン、オンラインサロンでやってるやつを、うん、はい、あの編集して YouTube で上げてくれてるのね、はい、へー、あのいろんなやつパターンやってるからめちゃめちゃ面白い、うん、ぜひ、あの今はどっちかっていうと、その人の中あっちゃんの YouTube 見るのが私大好きです。あ、そうなんですね、見たことない、ずっと暇の間見てました。はい、エンディングはケイちゃんにからの話をしていただきます、はい、けいこの望みを叶えるカラーメッセージ、どんどんどんパフパフパフ、はい、で何の話しようかなと思って、うん、インスタで、うん、ゆかさんの、うん、半分ん食パン半分、うん、食パン半分の幸せ、幸せの写真は、うんうん、だいたい構図が一緒やじゃないですか、で水色、水色がオフパックに必ずありますね、うん、で食欲が上がる色は何色でしょう、オレンジ、水色は減退するんです。でも、うん、なんかおしゃれですね、ありがとうございます、ね、かわいいなと思って見ておりますよ、そうそう、ね、そう、ただのパソコンの画面ですけどね、うん、でもなんかなんやろね、確かでも、うん、なんやろ、水色やから、うん、なんかあったかいとか、うん、そんな感じはないですよね、そうだね、あ、それはそうかもしれない、だからおしゃれっていうか、なんていうの、
ちゃんとなんか作られたというか、うん、クリエイトされたものっていう印象があるかなっていうのを思いました。なるほど、ね、なんかおしゃれなお店って、うん、あえてこういう、うん、なんかティファニーブルーみたいなやつを使ったりしてるじゃないですか。だからなんか食欲をあげるよみたいなところって、うん、まあ、暖色系使ってるけど、うんうんうん、なんかそういうこだわりを持ってクリエイトしてるよみたいな、ね、ちょっと木をてらってるじゃないけどなんかそういうところ、まあ、コンセプト的になんかそういうね、うん、そう、まあ、おしゃれとかを狙ってたら、うん、それこそじゃあコンクリートの打ちっぱなしだったりとか、うん、っていうだからなんかそれがなんか食欲を高めるために、うんうん、やったらオレンジとかおすすめしますよね、うん、なんかいっぱいおかわりしてなみたいな、うん、朝ごはん作んでやったらね、うん、子供にいっぱい食べてねみたいな感じだったらオレンジがいいかなって思うけど、うん、こういう風になんかおしゃれしてなんか自分の、うん、まあ、こういう、ちょっとターコイズっぽい、うん、でイメージを、まあ、クリエイトしていくっていうようなものを書き立てられて、うん、ゆかさんが楽しんでんねんなっていうのが伝わりました。朝ごはんをいっぱい食べるぞっていう気持ちで作ってるのではなくてこういう想像するなんか新しいもの作るぞとか、うんうん、なんかおしゃれなものを自分の中で生み出すぞみたいなのがこのバッグの色に表れてんねんなと思いました。だからインスタのその色味とかでその人の心って結構見えるかもな、うん、あーなるほどね、うん、まあ、だから私インスタもママラフアカウントはオレンジね、はい、まあ、バッグ時代がオレンジがあれだからオレンジにもしてるし、うん、ね、あっちのあとなんだっけもう一つのダッコの方は、まあ、ピンクを結構出したりとかもしてるから、ね、まあそういうはそうここの水色に気がつくあたりやっぱさすがケイちゃんだね。なんか可愛いなと思って。そう実際だからほらね水色とか青っていうのは食欲は なくす色だっていうのは私も知ってたから、うん、うん、ってどうかなと思ったんだけどでも好きな私の好きな色だから、うん、まあいいや。だからなんか作り出すとか、うん、そこが楽しいんですもんね。なんか美味しく食べるの前に作るのが楽しいんだろうなっていうのが伝わりましたよ。アイデアを、ね、出してる時が楽しいなと思ってやっております。さすが。さすがぴったりでした。はい。はい、ではママラフの Facebook ページにも遊びに来てください。カタカナでママラフで検索です。ケイちゃんの情報、私の情報も載っています。これまでに出ていただいた方のアーカイブもございます。ではまた来週お目にかかります。さよなら。